すごい選手だなっていうか、もうそのチーム内でもそうやべえなあいつみたいな、あの逃げ出したくなる時もたくさんありましたね。はい、じゃあ引き続き2本目また長谷川達也選手に来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。でこの2本目ではプロでの生活の話を聞いていければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。ありがとうございます。アミーゴ。じゃあ、 フロンターレに入団が決まって、はい、どうですか、その印象というか、覚えてる範囲で大丈夫ですか？レベルが、すべてのレベルが違う。全然違いますよ。やっぱりこのプロってこういう世界なんだっていう。大学の時にプロのチームと練習試合したことはあったんですけど、はい、それとはまた全然わけが違う。実際にそのプロの人たちの中に入って練習するっていうのは、はい、わけが違うなっていうのを感じました。何が一番差があるというか、全部フィジカルもスピードも、はい、あとはパスの質、サッカーに対する理解の質も全然違いました。で、1年目は試合にはもう数試合、ルヴァンカップっていうのがあって、そのカップ戦とかには出してもらってて、はい、まあ、でも怪我がすごい多くて肉離れをその年4回して、はい、でもうシーズンの最後の方にチャンスをもらえるようになって、リーグ戦もちょっと出たりとか、はい、天皇杯出たりとかしたので、でその年のチャンピオンシップっていうのがあって、それはその2016年ってファーストステージ、セカンドステージっていうのがあって、はい、でそこで優勝チームを決めて、最後にチャンピオンシップっていうので、はい、真のチャンピオンを決めるみたいな、はい、制度だったんだけど、1年だけ、はい、そのチャンピオンシップっていうのに運よく出してもらった時にまた怪我して、で1年目は結構怪我と思って怪我って隣り合わせで、なんか大学の時とプロでプレースタイルとか変えたりとかってなんか、まあ、変わらなきゃいけなかったですね、はい、まあ、プロになって真ん中のポジションじゃなくてサイドを結構やることが多かったんで、はい、まあ、ちょっと戸惑いましたけど、まあ、で本当できることをとにかくやり続けるだけだったっすね。で2年目から20試合ぐらい、2年目、そうですね、20試合ぐらい、ね、2年目からもうスタメンなんですか？いや全然全然、あ、途中出場、途中出場のが多かったですね。スタメンの試合もあったけど途中出場のが多かった。1年目と2年目でのなんか意識の変化みたいなのってなんか変えたりしたんですか？まあでもそこから分析のコーチをつけてたっていうか、自分のプレーの分析をしてもらう総コーチがいたんで、それがかなりでかかったですね。やっぱサッカーへの理解、どうやったらうまくいく、なんでうまくいってないのかっていうのをちゃんと客観的に判断する材料になったのがそれだったので、そのおかげで2017年から試合に絡めるようになったし、まあ、結果も出せたっていうのはあります。その時のメンタルコントロールとかってめっちゃ難しくないですか？難かったっすね、いろいろと、はい、やっぱこう落ちる時はありました？もちろんたくさんあったし、逃げ出したくなる時もたくさんありましたね。取られないドリブルだけじゃなくて抜けるようにならないといけないって思って、2019年から結構ドリブルをいろいろと変えた年だったんで、その最後として生き残るならこのチームでそれだなっていうか、他の人との差別化を図るときにこれだなみたいな、まあ、毎年毎年、ね、ライバルも強力なライバルが常にいるので、だから自分にしかできないことってなんだろうっていうのを考えながらやってました。で、まあ、ちょっと僕個人的にすごい聞きたかったのが、はい、三笘薫選手がこう来て、めちゃめちゃ同じサイドのポジションじゃないですか。もう来た時からすごい選手だなっていうか、もうチーム内でもそうなんですやべえなあいつみたいな感じだったんで、まあ嫌じゃないですか普通。めっちゃ嫌めっちゃ嫌ですよね。嫌だったし、まあ、俺がせっかくその抜けるドリブルをこうで自分の中でトライして、はい、よしって思ったら、もうその数倍以上もう抜けるドリブルをもう極めてるやつが来て、シンプルにすげえなって思ってたから、しかもそれが同じポジションだったから嫌だったね。アミゴ、じゃあもうちょっとフロンターレ期間を振り返ると、一番なんかこの年が一番きつかったなみたいな。あ、一番きつかったのは2018年と21年ですね。18は、18はその17年初優勝してから、はい、まあ、自分も自信を持ってくるので2018年シーズンに臨んで、はい、夏までは結構出てたんだけど、夏以降出番が減って試合メンバーに入ってないことも増えて、
かどうしたら自分が試合に出れるのかっていうのをすごいもがいて苦しんで、でも優勝決まって、うん、でそこのピッチにも立てずに、メンバーには入ってたけどピッチに立てずにみたいな、いろんな気持ちがあって、まあ、移籍するべきか残るべきかすごい考えた年、初めてすごい悩んだ年が2018年だったので、それはまあすごい苦しかったけど、まあ、最後の最後に試合に最後の2試合にスタメンで使ってもらった時に、もうちょっとこのチームでできることあるんじゃないか、自分が変わることで、ね、試合にもっと絡めるんじゃないかみたいな風に思って2019年の頃って思ったけど、2018年のその時はすごい辛かったなって、はい。21は、まあ、21は、まあ、横浜市に移籍する前の年で、まあ、自分 の, そのサイドプレイヤーとしてのプレーにやっぱその限界を感じたっていうのもあるし、まあ、あとはそのチームメイトと の, その兼ね合いとかもあるし、はい、やっぱカオルみたいにあの預ければ一人でいけるような選手では僕はなかったので、どっちかというと仲間と連動しながら抜くときは抜く感じだったから、まあ、そういうのもうまくいかないくなることも増えたりとかして、まあ、とにかくうまくあんまりいかないことが増えてったっていうのが、すごいきつかったですね。で、21シーズンはフロンターレでやって、はい、22から横浜市に移籍されると思うんですけど、はい、まあ、J1 から当時横浜市 J2 じゃないですか、はい、どのタイミングで決心したというか。いや、もう2021年が終わる頃にはもう決心はしてて、すごい早い段階で一番熱心にオファー出してくれたのが横浜市だったので、もうすぐ横浜市、他のチームを探して滑り止めみたいな感じで決めるのも良くないし、必要とされてるところにやっぱ行った方がいいなと、まあ、横浜市に決めたし、あとは、まあ、やるポジションもシャドウサイドからシャドウっていうプランで取ってくれてたので、はい、あ、じゃあそれならやってみたいっていう。で、横浜市行かれてキャプテンやられるじゃないですか。それはどういう流れでキャプテン？まあ普通にキャンプ中に言われて、そうなんです、 J1 に昇格させたいっていう覚悟を持って移籍してきたんで、はい、それにキャプテンなろうがキャプテンじゃなかろうが頑張ろうと思った時にキャプテンって言われたから、はい、より強い気持ちで頑張ろうっていうふうに思いました。J21 年でこう上げるわけじゃないですか。何が一番の要因だったなみたいな、個人もそうですし、チームとしても小川航基が回転を 取れたっていうのが良かったし、個人としても航基にアシストが結構できて、はい、まあ、いい関係性を築けたっていうのもあるし、まあ、チーム全員でいろんな試練を乗り越えれたっていう、そのチームワークもすごい良かったので、はい、1年目にしてはね、そうだから、そういったいろんなものがでもすごいいいチームだったなと思います。今年 J2 から J1 に上がって、まあ、率直に今どういう風に思ってらっしゃるのか。そうですね、まあ、そのフォーメーションも J2 の時から変わって、はい、開幕10試合ぐらい戦ったんですけど、なかなかうまくいかなくて10試合で勝ち点2かな、はい、で、まあ、ビリを走ってて、はい、だからその時推進戦に今はなってるんですけど、まあ、でもまあ、去年と同じようなフォーメーションに戻して、まあ、少しずつ勝ち点を拾えるようになって、はい、まあ、今年1チームしか J2 に落ちないので、はい、今の瀬戸際上に一歩上に行けるのか、それともこの降格争いに巻き込まれるのかっていうのは今チームとしてすごい壊れてる1年、はい、決してうまくいってるスタートからうまくいってるシーズンではないのかなとは思います。でもうめちゃめちゃ直近なんですけど、小川航基選手が移籍するってなって、うん、これ言えないんだけど、チームの雰囲気とかって結構どんな感じなんですか？まあ、でもあんだけ活躍してたら行くでしょっていうふうには感じてたし、そうですね、俺は去年1年すごいいい関係を築かせてもらったので、はい、試合中に、じゃ率直に嬉しかったですね。なんか一緒にやってた選手が海外に羽ばたいていく姿を見るって、なんかいいなと思います。アメーゴ。じゃあそんな感じで2本目は終わっていきますので、3本目は、まあ、長谷川達也選手っていうよりちょっと周りの話とかをちょっと深掘りさせていただければと思いますので、はい、引き続き3本目も楽しみに待っておいてください。でアミーゴのチャンネル登録と長谷川達也選手のインスタのフォローよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。